工場長のチャンネル。今日はててん、きなこ餅じゃない、チロルチョコ、チロルチョコを10種。チロルチョコを10種類集めてみました。まず味の方を紹介していきたいと思います。左から順番にミックスベリー、ロイズ、冬チロル、ミルク、ミルク餅、ストロベリーショートケーキ、ホワイトビス、コーヒーヌガー、きなこ餅、ビス、これらの10種類を混ぜてどんな味になるかやっていきたいと思います。っていうのも DIY でチロルチョコのパッケージを使いたいので、ちょっと急ぎでやっていきたいと思います。餅とビスケット以外は溶けたので、これで型に移していきます。とビスケットとお餅を先に入れます。で、結構ね、溶けたと言ってもなんか普通の板チョコを溶かしたようにはならないで、結構なんていうんだ、粘着がある、こんな感じで伸びる感じになってます。なんかねったりした感じに溶けてるっていうか、溶けたっていうのかな、なんかなんて言うんだろう、これ微妙、ねっとりしてます、めっちゃ。えい、美味しいのかな、なんかやばいような気もしてきた。いい感じかもしれない。微妙にビスケットが浮いてるけど、このまま冷蔵庫で冷やしていきます。ちょっと汚い。ということで、チョコレートを1日冷蔵庫で冷やして、多分ちゃんと固まってるかと思います。型から取り外していきます。お、あ、いい感じかも。よし、ペロペロロロッと。お、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 待って、足がちゃんと切れないで取れてほしいなって思うんだけど、どうだろう。あ、えい、お、お、あ、取れた。あ、めっじゃあ R2D2、 こんな感じで見事 R2D2 できました。結構ね、細かいところまでチョコレートがちゃんと入り込んで、綺麗にかたどれてます。ということで早速いただきます。これがチロル10種類のチョコレートになります。うん、今回のメインはこのパッケージなので、しっかり取っておいてください。バイバイ。